ミスターお口のステージショー講座、パフォーマンスを仕事として成功するための理論。どうもこんにちは、ミスターお口です。今日もよろしくお願いします。今日は音楽もしくはマイクの音量についてちょっとお話をしてみたいと思います。皆さんも経験があると思うんですけども、例えば少人数、10人、20人、30人、まあ50人ぐらいまでの人数のお客さんの前でパフォーマンスショーをしたときに、まあショーはうまいこと言って結構盛り上がっていいショーができたなっていうことは多いかなと思うんですけども、逆に人数が増えて、50人、60人、100人、150人、200人、もしくはもうそれ以上、500人、まあ、1000人になることもあるんでしょうかね、ある会館とかだと。そうなってくると、あれ、その少人数の時に皆さんを集中させて、お客さんを集中させて、うまくショーができていたのに、急になんか難しくなったり、できなくなった。あれ、あんなに盛り上げることができたのに、今回は盛り上げることがちょっとできない。ということはあると思います。で、私も、始めて間もない頃はそういうことがよくありました。で、なかなかその原因が見つけられない。いつもと同じようにやってるのになかなかお客さんが集中してくれない、ショーが盛り上がらないっていうことがまあしょっちゅうですね。で、まあいろんなイベントがあって、そこでいろんな先輩のパフォーマーの先輩のね、ショーなんかね、できるだけちょっと見て、見に行って、で、何か原因がないかなと、いろいろ探してみたところ、まあ、とても上手で、うまい、ね、先輩のパフォーマーの方がいましたけれども、まあ、ちょっといつもと違って、お客さんをうまくコントロールできてない、まあ、集中させれてない状況なんですね。で、なぜかなってよく見ていると、その、まあ、パフォーマーの、声がまず聞き取りづらい、そこの、そうですね、マイクの、まあ、音量がちょっと低いんですかね、何を喋ってるか分かりづらいというのが一つありました。そしてもう一つは、流している曲、音楽が、少し、まあ、聞こえづらい。これもちょっとボリュームが小さいんです。なんかちょっとそこで、まあ、お客さんがこう、どっちかというと、こう、喋り声だったりとか、なんか、ざわざわとか、そういう声の方が、その、まあ、パフォーマーが使ってる、音楽や、マイクよりも上回ってるっていうのが、気になりまして、あれ？もしかしたら、そういうところが、かなり関係してるんじゃないかな、というのを、ちょっと気づきました、それは。で、それから、とても、音楽の音量には気をつけるようになりました。で、自分がショーをするときに、まあ、皆さんも多分リハーサルっていうのをされると思うんですね。で、リハーサルのときに、一番私は大切だと思うのは、やはりマイクとか音楽の、音量はとても大事だと思います。で、これを、まあ、まあ、あまり気にせずにやってると、先ほどのような失敗がどうしても生まれてくる。で、私はそこから気をつけるようになって、大きな会場なら、なおさら、リハーサルの時に、後ろまで、音が届くように、気をつけながら、音楽を、ボリューム調整をするようにしました。で、そうすることによって、今まで、大人数の時にうまくいかなかった、パフォーマンスも、そこからだいぶ改善されて、人数が増えても、お客さんを、喜ばせたり、いいショーができるように、なりました。ということで、まあ、リハーサルの時は、本番、よりもちょっと大きめに音量は、設定しておいた方がいいと思います。まあ、なぜならば、お客さんが入ってくると、ガヤガヤすると、まあ、これ、多分この音量大きいだろうなと思ってても、実際にお客さんがあると、音が小さく感じることの方が多いので、リハーサルは、大きめに調整しておいてくださいね。で、本番でもし大きすぎたら、そこから下げるというね、調整の仕方でいいと思いますので、そこは気をつけてください。そして、注意点が何点かあります。一つ、よくあるのは小さなお子さんね。例えば、1歳、2歳、3歳とか小さな幼児、4歳ぐらいまでの、
お子さんというのは非常に耳が敏感です。で、人数が多いからといってドーンと大きな声を大きな音を流したり曲をかけたり大きな声で喋ってしまうと逆にびっくりさせて泣かせたりすることになりますので、小さなお子さんには注意してください。それと、人数が少ない時にね、あまりボリュームを上げすぎないように気をつけて、逆に、うるさいということになります。それと、あともう一つ、何でもこうボリューム上げたらいいというものでもなくて、例えば上げすぎて音が割れてしまったり、マイクなんかでも、マイクの音量を上げすぎて声がこもるということもあるんですね。でその場合は逆に、声がこもってしまって、声が聞き取りづらい、ね、喋ってることが聞き取りづらいということがありますので、そのあたりもちょっと気をつけないと、いけないと思います。ということで皆様のパフォーマンスに少しでも、今日のお話が役立っているかなと思います。それではどうもありがとうございました。